皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズやっていきます。こういうことだ。丸ばっか。ふう、いよいよ明日なんだよね、全国大会。緊張しないで自分らしい試合できるのかな。あーもう心臓バクバクで眠れないよ。でも明日のためにはちゃんと寝なくっちゃ。ひっ、で、電話？こんな時間に誰だろう。はい、もしもし、黒宮ですが。夜分恐れ入ります。私、青春学園テニス部の乾と申しますが。乾先輩。え、乾先輩？私です。何かあったんですか？ああ、そういうわけではない。なんというか。はい。あ、もしかして、何か敵の新情報が入ったとか？いや、そういうわけでもないんだ。え？え？じゃあ。そうだな。なんと言えばいいのか。はい。ん？先輩？お前、今から出られるか？はい。え、これからですか？あ、無理だよな。うん、非常識だよな。悪かったな。じゃあ。あ、行きますよ。あ、待ってください。行きます。で、どこまで行けば？そうか。なら、コートのある公園は知ってるよな。あそこまで来てくれるか？はい。はい。じゃあ、すぐに行きますから。ああ。じゃあ、後で。はい。先輩、なんだか様子が変だけど、どうかしたのかな？とにかく、行ってみよう。こんな時間にここに来るのは初めてだな。で、先輩は、と。あ、いたいた。乾先輩。いや、来てくれたんだな。そりゃ行きますよ。そりゃそうですよ。先輩のあの様子、気になりますよ。俺、そんなに変だったか？はい。ええ、あんなにしどろもどろっていうか、歯切れ悪い先輩初めてです。お前、はっきり言うな。ごめんなさい。ああ、すいません。でも一体どうしちゃったんです？不安なんだ。ああ。え？ああ、そうですか。えらくストレートだな。でも不安って一体？データが不十分なんだ。さすがに全国ともなると収集にも限界がある。そりゃそうですよ。でもその少ない情報で完璧な対策を練るのが。ああ、それが俺の役割だ。だが今回はさすがに自信が持てなくてな。乾先輩、そうですか。こういう場合どう対処すればいいのか俺には皆目見当がつかない。はい。お前なら何か思いもつかない答えをくれそうでな。それで呼び出したんだ。そうだったんですか。はあ、どういう意味一体？で、どうも忌憚のない意見を聞かせてくれ。はい。データなんていりませんよ。いるよ。私に任せてください。自信を持ってください。上田、私に任せてください。どういう意味だ？先輩が不安だろうが何だろうが、明日は私が頑張って勝ってみせます。俺は不要だと言うんだな。違いますよ。なんでそんなネガティブに考えるんですか？ああ、そういうことじゃなくて。わかってる。ムキになるな。ちょっとからかってみた。もう乾先輩。あ、先輩、それひどい。すまんすまん。だがここにあったんだな。俺が求めていたデータは。そうなんですか？どういう意味ですか？お前という存在自体が理論や分析を超えているということさ。はあ。あ？
安心しろ、いい意味だ。そうですか。先輩。ああ寒い。風が乾いている。予報通り明日は快晴だな。じゃあ俺はもう行く。はいはい、明日頑張りましょうね。ああ付き合わせて悪かったな。おやすみ。おやすみなさい。おやすみなさい。乾先輩、とにかく明日は一生懸命頑張らなきゃ。いよいよ待ちに待った全国大会が来た。乾先輩のデータテニスにはどんな試合巧者も弱点をさらけ出しちゃう。乾先輩、決勝の相手は国宝学院中学の朝霧龍太と早川楓だ。はい。朝霧のスーパースライスと早川のトップスピンには注意した方がいい。はい。ところで、はい、はい、お前のライバル早川は随分成長したようだな。はい。転校してからの短い期間で強豪校のレギュラーの座を獲得するのは大したもんだ。はいはい、私もそう思います。だがお前の成長も実は相当なものなんだ。そうなんですか。選手層も厚いこの性格でレギュラーの座を掴んでいるんだからな。はいは、はい。もっと自信を持っていい。お前なら十分戦える。はい。気持ちから負けていては勝てる相手にも勝てなくなる。分かったな。はいはい。ポイントは頭に入った。はい。消える必要ありました。はい。だがな、それは一旦忘れていい。なんでですか。どういうことですか。最近ずっと思ってきたことだ。お前や越前を見ていてな、データや分析は、はい、それを超えられた時本当の価値を持つものが次のステップにつながるな。なるほど。お前の自由な動き、それが全国制覇には不可欠だ。乾先輩。はい。気合ボールとステータスに振り分けて使える。はい。まずはパワー。もう一個。瞬発力。もう一個。あとはどうしよう。技術力。決定してもいいのか。はい、これでいいです。は、早川さん、やっと対戦できるね。それで満足できるわけじゃないわ。全国大会決勝、この最高の舞台でみっともない姿さらけ出して泣き崩れる惨めったらしいあなたを見下すまではね。なんだって。はん。やはりデータだけじゃ全てを説明できないものなんだ。乾先輩。ああ先輩。感情に任せて相手を恥ずかしめようというタイプだ。全国まで勝ち抜く確率は極めて低い。そうなんですか。決勝で勝つとなると不可能に近いと思うが、この分析は当たるかな。当たりますよ。笑わせないで。少し才能があるってだけでおごりまくってお遊びテニスしてきたこの子に何を。全てを犠牲にして血の滲む努力を重ねてきたこの私が負けるとでも。ああ、かなりの高確率。おお、ズバッと言いますね。もっとも今日の俺はデータや分析の弱点を痛感している。そうなんですか。君に勝機がないとは言えない。コートに入れば全ての答えが出るわ。一つお願いがある。何ですか。
何でしょう先輩。勝ち負けはもちろん大事だ。それ以上、今日は試合を楽しんで。楽しむですか？え？俺の中学最後の公式戦だ。次のステップを垣間見てみたい。頼んだぞ。はい。はい。試合は一進一退の攻防の末、お互い4ゲームずつ取り合っていた。準備 OK。 頑張りましょう、乾先輩。行きます。よし。バーチカルスピン。早い。体力増えたね。やったね。お、やった。サーティーラップ。ラッキー。いきます。お、危ない。バーチカルスピン。乾先輩が打つかと思っちゃった。早い。フォーティーラップ。お、やった。どうしたんですか、朝霧さん。ゲーム正確。おっしゃ。準備 OK。 それ。よし。バーチカルスピン。早い。ラブ15。よそ。うん、0体以上。1ゲーム目全然ダメだったのに本気出してきた。それ。うっそ。今ボタン押したじゃん。冷静さを失うな。はい。次はもう大丈夫です。だよ。ハズレ。アウト。アウト。おっしゃ。サティオール。早川さん、あなたのパートナー今回ダメみたいよ。それ。おっしゃ、今度は打てた。バーチカルスピン。早い。サティフォーティ。外れ。外れ。予想通り。はっ。もらった。おっしー。早い。ゲーム正確。ゲームセット。今のはうまかった。勝っちゃった。勝っちゃったよ。ウィーン。決勝戦、正確テニス部はパーフェクト勝ち。おめでとうございます。国宝学院中学を破った声楽は全国大会に優勝した。そう、声楽テニス部全国制覇、日本一になったんだ。全国大会が終わって3年の先輩たちの最後の夏も終わった。私、まだまだ教えてもらいたいことはたくさんある。でも、そんな私のわがままな思いに関係なく、3年の先輩たちはテニス部を引退していくんだよね。輝かしい功績を残して。あ、乾先輩。乾先輩、やりましたね。お前か。ああ、やったな。はい。みんなすごかったですね。私、感激です。お前もな。よく勝てたよ、あの相手に。
ありがとうございます。はい、先輩のおかげです。それは違うぞ。え？俺の読みでは勝率 40% がいいところだった。それを勝てたんだ。低いですね。嬉しい誤算さ。これはお前の力が大きい。乾先輩、そんな、まあ、俺が試合前に話したことを覚えてるか？はい、試合を楽しんでくれってしたっけ。いつから飲んでたんだろう。てか顔の形なんかおかしくない？てか顔ちっちゃいな。あ、はい。お前と組んだおかげで俺は本当に考えが変わったよ。レータだけじゃないってね。乾先輩、テニスがますます興味深い研究対象だと思えてきた。感謝してるぞ。いえいえ、そんな。少なくともお前は最高のパートナーだった、俺にとってな。乾先輩、私も先輩がパートナーで本当に良かった。ありがとうございます。そうか。それともう一つ、お前に感心していることがある。何ですか？感心？私にですか？お前のコートの中での動き、そしてトレーニングの仕方、俺の理解を超えている。そうなんですか？俺が予想した以上の結果を常に生み出してきた。そんな。いや、これは事実だ。ついては武藤は関係なしに。乾先輩、俺が新たなテニス理論を構築する手伝いをしてくれないか？もちろんですよ。え？俺のブレーンとしていろいろ相談に乗ってアドバイスしてくれ。ブレーン、久々に聞いたな。あの私が乾先輩にアドバイスって。ああ、ダメか？そんなことないです。いえ、私なんかでよければ。ああ、お前じゃなきゃダメなんだ。おお、ありがとう。いえいえ、このセリフずるいわ。先輩にそう言ってもらえるなんて、私、全国優勝より嬉しいです。おいおい。そうか、ありがとう。いえいえ、俺もお前とパートナーだったことの方が。乾先輩、人生の大きな勲章だ。またいつか組めるといいな。そうですね。はい、きっとそうなります。だって二人ともそう願ってるんですから。ああ、そうだな、違いない。先輩たちとの思い出を胸に残して私の夏も幕を閉じた。そして今私は、何これ、遅えぞ。すみません、続くの？おいおい、そんな調子じゃ困るぜ。すみません、遅れた分いつもの2倍頑張ります。ほう。へえ、気合入ってるじゃねえか。はい、まあ当然です。じゃ、まずはランニング行ってきます。乾先輩、今頃は勉強してるのかな。ああ、受験生だもんね。今度差し入れでもしてみようかな、なんて。先輩、私頑張りますね。まずは成績上昇を目指して、そして全国3連覇を成し遂げてから先輩に会いに行きます。受験が終わってからにしようよ。先輩のベストパートナーになるために。スコア、ひっく、なにこれ、1237。これ最低な点数じゃん。何が原因？わからないわ。はい、乾先輩を無事攻略することができました。いやー、最後まさかの展開にびっくりしちゃいましたよ。結局どっちが部長になったんだろう。桃城くんかな。久々にブレーンって言葉を聞きましたが、
お前じゃなきゃダメだっていうセリフはずるいですね。夏合宿の時も本当に戻るのは事件前のお前っていうセリフもかっこよかったです。より乾先輩が好きになりました。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。